はい、どうも、ウシです。プロスピースやっていきます。ついに出ました。プロスピ、交換会。さあ、待ちに待ちましたよ。また声枯れてますけども。この声に関しましては、ちょっとコロナかかりまして、喉がまだちょっとやられてるって感じなので、あまり声は張り上げないようにします。ということで、早速プロスピ交換会見ていきましょう。はい、ということで、今回もランダム、同チーム、で2022年ボックスですね。例年と違うのは今まで5回やったんですけども、今年6回なんですよね。だから合計18人の選手が提出可能になるんですね。はい、では早速やっていくんですけども、もしよかったらね、あの提出選手の発表概要欄に貼ってますので、よろしければ先にご覧いただきますと楽しめるかなと思います。では提出していきます。まずランダムからいきましょう。はい、ランダムボックスから2022年以外の選手だとこの4選手出すつもりなんですけども、まあカブレラ選手、マユミ選手は出していくんですけど、ちょっと佐野選手とブラジル選手はちょっとわからんな。まあおいおい考えていこうかなと思っております。ということで、まず一発目カブレラ選手いきましょう。はい、続いて同チームボックス、同チームからは誰いきましょうか。ぶっちゃけね、ロッテのマーティン選手とロメロ選手欲しいんですよね。ロメロ選手もちょっと対談濃厚になってきたんで、安田選手はねちょっとミキサーで置いときたいので、ではもう早速ここで石川選手いきましょう。はい、続いて2022年ボックスですね。さあ、ここでどうしようかな。まあ、一発目からちょっとド派手にいきたいからな。とりあえずラオウ選手いきましょうか。もう3枚持ってるんでね、2枚割らないんで提出していきます。はい、ということで1回目の提出選手こんな感じでさせていただきました。では結果を待ちます。はい、それでは1日目の抽選結果来ましたので、早速見ていきましょう。さあ、それではまずランダムボックスから誰が来るでしょう。ここでしまう。さあ、では同チームですね、誰が来るんでしょうか。石川選手出しました。さあ、誰が来るでしょう。大島選手、ナイス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 。これしかもね、タイピン持ちの大島選手なんで、バカ嬉しいです。ありがとうございます。さあ、2022年ですね、交換ボックス誰が来るでしょう。おお、平選手持ってるんすよね俺。いや、でも初手結構いい感じやと思うけどな。大島選手は嬉しい。ただマーティン選手かロメロ選手来てほしかったけど、まあ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 、まあ、いいでしょう大島選手。さあ、2回目提出していきましょうか。はい、それでは、ランダムボックスですね、ここで真由美選手出していきます。はい、続いて同チームボックスでございます。同チームはね、どうしましょうか。自分の中ではね、やっぱ純正とかでね使ってほしい選手とかはね、同チームで結構出していきたいんで、かといってねロッテの選手も欲しいんでね、悩みどころなんですよね。まあそろそろね、あの公表してた選手も出していきたいので、じゃあ阿部選手出していきましょうか。はい、ではラスト2022年の交換ボックスですね。ここもっぱつラオウ選手でいこうかな。ここもっぱつラオウ選手でいきます。はい、ということで第2回の提出選手こんな感じでさせていただきました。では抽選結果待ちます。はい、それでは2回目の結果見ていきます。さあ、まずランダムボックスから見ていきます。さあ、誰が来るでしょう。清水選手か。清水選手ですね。さあ、次チーム阿部選手出しましたけども、誰が来るんでしょう。高橋優希選手ですね。これミキサーしたな確か。さあ、続いて2022年のボックスですね、誰が来るでしょう。一瞬なんか坂本選手見えたけど全然ちゃうな。増田選手やなこれ多分。2回目の交換会こういう結果になりました。セリーグパレードやな。さあ、てことで3回目の提出していきます。まずはランダムボックス、ではブラゼル選手入れましょうか。では続いて同チームボックスではね、次チーム、楽天の渡辺直人選手出していきます。渡辺選手ね、コメントでもあったんですけども、やっぱ純正ではね結構必須というか、欲しいって言ってくれる方が結構いらっしゃいましたので、同チームで出していこうと思います。では続いて2022年のボックスですね。ではここで、山本由伸選手出していこうと思います。はい、ということで3回目の提出選手こういう形でさせていただきました。まあ今回は純正よりかな、純正よりで結構欲しい方が多いかもしれないですね。ブラゼル選手、渡辺直人選手は純正の方欲しいと思ってますので、まあ、純正の方に当たっていただければ嬉しいですね。では結果待ちます。そういえば割と声戻ったんじゃ。さあ、ということで3回目の抽選結果見ていきます。さあ、ではまずランダムボックスから誰が来るでしょう。宗佑磨、ちょっと使おうかな俺、マジで結構強いねんな。さあ、次チーム誰が来るでしょう。
おー、マルモレホスやったっけ。さあラスト2020年誰が来るでしょう。誰や、本田選手か。あ、本田選手ですね。はい、では4回目の提出やっていきます。ではまずランダムボックスからいきます。ちょっと岡さんは違う、岡さんは鍵しょご。さあ誰行こうか。あ、待って、大島さんも鍵しょご。ではまずランダムボックスから小久保選手いきましょう。はい、では続いて同チームから OB の森田選手行かせていただきます。はい、でラスト2020年交換ボックス、ここで松坂選手行きましょう。では4回目提出選手これで行かせていただきます。では結果また待ちます。はい、4日目の結果来ましたので早速見ていきます。いや、昨日ね、まさかのずっと欲しい言ってたマーティン選手当たりまして、もう交換会誰でもいいですもう交換会誰来ても大丈夫です。まあわよくばロッテの選手来てくれたら嬉しいって感じです。ではまずランダムボックス見ていきましょう。松本選手ですかね。さあ続いて G チーム誰が来るでしょう。おお、佐野選手やな。ただちょっと使うかはわからん。さあ2022年ボックス誰が来るでしょう。おお、誰やマジでわからん。ああ、でも結構いいんじゃない。松本選手、佐野選手は結構当たりやと思うけど、西浦選手はちょっと使わんな。佐野選手はちょっと考えようか。さあでは5回目の提出やっていきます。ではまずね、ランダムボックスからおかわりくんいきましょう。続いて同チーム江藤選手いきましょう。はい、ではラスト2022年ボックスですね。ここでブセニツ選手行かせていただきます。はい、5回目、この提出選手で行かせていただきます。また結果待ちます。クリスマスが今年もやってきた、2022年の12月24日でございます。と言いつつも日またがった12月25日でございます。さあ俺の元にサンタさんは来るのか、結果見ていきましょう。まあ夜やからね、あんま声出せんのよ。ただただ近所迷惑になっちゃうから。さあまずランダムボックスですね、誰が来るでしょう。小笠原選手知りわんかこれ。ミキサーやなミキサーやわこれは。さあ G チーム誰が来るでしょう。おっと、シューベイカー選手ですね。さあラスト2022年ですね、誰が来るでしょう。おお、桑原さん、スパーク。え、桑原さん普通に強いと思うねんけど。でも俺丸さん持ってるしな、どうしよう。俺の元にはスパークのサンタさんが来ました、ありがとうございます。じゃあラスト提出やっていきましょうか。まずランダム、もう出す選手は決めてます。まずランダムで柳田選手出していきます。はい、続いて同チーム、同チームはここで岡本和真選手出していきます。でラスト2022年交換ボックス、さあ2022年ラストのプロスペ交換会ですよ。ってことで今度からメジャーに挑戦する吉田正尚選手出していきます。はい、ということでラストこのメンバーで行かせていただきます。ではラストの結果待ちます。はい、ということでプロスピ交換会ラストの結果発表見ていきましょう。さあということでランダムまず見ていきましょう。おお、マジ、これ西口さんじゃない。ガチか、えぐいぞこれ最後の最後えぐいの来たぞねということで、じゃあ、次同チームですね、見ていきましょう。あー、勝木選手、あーなるほどね。さあではラスト2022年ボックス誰が来るでしょう。栗山さんか。ガチか、西口、待って、これしかも調査やん、えぐ、ちょっと待ってこれえぐいな。あれ確か A ランク持ってたはずやねんな、大事に持っときます。ガチか、最後に西口さん来たか、えぐいな。1日目大島さん来て、まあ平さん来るのも結構当たりなんですけどね。まあ、2日目はちょっと俺のオーダーでは使わんかなって感じなんで、ミキサー行きの方が多いですけども、まあ、3日目もそうやね、3日目はもしかしたらムネさん使うかどうかなって感じで、まあ、4日目は松本さん、佐野さん来てあたりが俺の中では評価高いかなと思っております。で5日目ね、スパークの桑原選手来て、マジで桑原選手嬉しかった。でラストに西口さん、俺の中では総合的にいい交換会でした。交換してくださったプレイヤーの皆様ありがとうございました。そして俺の出した選手を受け取った皆様、必要であれば育成してぜひリーグやリアタイで起用してください。はい、ってことでプロスピ交換会全日程が終了いたしました。そしてプロスピ交換会終わったんですけども、
こちら S ランク洗濯契約書あるんですけども、先にミキサー引いてから洗濯契約書の方開封していきたいと思います。まあ後日また動画で上がるのでお楽しみください。そして最後告知です。29日の夜もしかしたらコラボ配信するかなと思いますので、今回もまあわちゃわちゃすると思います。よろしければコメントどしどし送ってください。そして一緒に配信を盛り上げていただけますと僕としても幸いですし、コラボの運営してくださった方もね喜ぶと思いますので、よろしければね、まあ普段言わないんですけどもチャンネル登録していただいてお待ちいただけますと分かりやすいかなと思います。まあ、今回ねこの動画横画面なんですけども、まあ最近流行ってるサムネバグかアップデか知らないですけど、サムネ表示されないんで横画面にしました。まあいつもとね違う編集の仕方とかしてると思うので、見やすいか見にくいか分かんないですけど、縦画面でサムネ表示されるまで横画面でもしかしたら行くと思います。その点はちょっと申し訳ないんですけども、ご理解いただけると助かります。来年の交換会もねいっぱいいい選手出していければなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。それではまた来年の交換会でお会いいたしましょう。バイバイ。